くんとロマンチックに水族館デート楽しみ。今日もハッピー。開けっぱなしだった。閉じまり閉じまり。ミカちゃんまだかな。お待たせ。ああミカちゃん、ごめんね。また全然だよ、今来たとこさ。さあ行こうか。って、リカちゃん、そのコーディネートはダサいんじゃないかな。え、ね、何言ってるのハルト君、めっちゃ可愛いじゃん。このワンピースにこのズボンはダサいよ。そんなに変じゃないよ、嘘。可愛い。変、変じゃないよ。だって雑誌にも載ってたの、こんな感じのこんな服。ない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 、絶対ない。ダサいよ、ただただただダサいよ。もう、なんでだよ、可愛いから。ハルト君の方がファッションセンスないから。ハルト君の方がダサい、ダサいんだからね。もう知らない、もうハルト君とアンポンターン。あ、リカちゃん、言い過ぎた、ごめんよ。そのズボンは合ってないわね。え、でね、リカちゃん、その下駄はもっと合ってないわよ。この下駄、可愛いと思ったのに。あらあら、リカちゃん。そうね、それじゃあ私がモテるコーディネート教えてあげましょうか。シンデレラさん、はい、お願いします。さあ、この服はね、ちょっと脱ぎましょうね。下駄もちょっと違うわよね。よし、クリアファイルを小さく切って、リカちゃんの腰にセロテープで留める。好きな長さに切って、これで準備 OK。 スカートはね、膝よりちょっと上、それか膝ぐらいの丈が一番ね、足が細く綺麗に見えるのよ。ポイント、フリフリをつけたらね、ボリュームが出て女の子らしく可愛くなるわ。また紺色の粘土を伸ばして伸ばして、四角くカット、胸のところにつけて、余分なところをガッと。今度は白い粘土を伸ばして伸ばして、ブスブス刺していく。首元にも白い粘土を置いて、ブスブス刺していく。今度はこの薄い水色の粘土を伸ばして伸ばして、四角くカット。上着を着せていくわ。余分なところをカット。次はフリルを作っていくわ。細長くカットして、畳んで畳んで、上着の裾にペタ、ここら辺にもペタ。お次は袖、肩幅が広い人はパフスリーブを着ると目立たないわ。白い粘土でボタンを 1,2,3、 丸い襟をつけたら女の子らしさ倍増だ。それじゃあボタンをゴールドの絵の具で塗りましょう。さあ、お次は足元ね。これぐらいの丈の靴下、レースをつけて、可愛いわ。白い靴下は清楚でポイント高いわよ。靴はスカートと同じ色のものを合わせたら統一感が出て素敵よね。頭にも統一感を出したいから、紺色の粘土でリボンをつける。大きめリボンは小顔効果倍増ね。それじゃあレッツラ、あ、ラメ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 することによってね、ハイライト効果ね、顔が明るく見える、キラッキラよ。はい、出来上がり。清楚なお嬢様デートコーディネートね。これならほら、ハルト君のね、お家にもお邪魔できちゃう。お父様お母様に見られても、あ、もう全然安心してお付き合いしてくださいってなるわよ。可愛いです、ありがとうございました。いえいえ、あ、もうリカちゃんとっても似合ってる。ありがとうございます、シンデレラさん。やっぱりシンデレラさんもセンスいいですね。ファッションコーディネートポイントも分かりやすかったです。ずいぶん地味な格好じゃないかい。え、誰？そんなんじゃ男は振り向いてくれないよ。その声は、あ、もう、あと、あ、あ、もうな、あ、なにこれ、もう、な、もう、ま、マリーセントさん、そんな地味な格好じゃなくて、
私がもっといい男心をつかむコーディネートしてあげるよ。闇の力で男を魅了する小悪魔コーデだよ。いえ、これ気に入ってるんで遠慮しときます。え、いらないです。いらないです。まあまあまあ、ミカツマレフィットさんもやりたいってね、言ってらっしゃるしね。ちょっとゴスネットやってもらうのもいいんじゃないかしら。え、違う、やりたいわけだ。まあ、シンデレラさんがそう言うならしょうがないですね。え、いいですよ、コーディネートしても。私の方がいいコーディネートってヤフーと言わせるんだからね。いざ、あ、対決だよ。こっちへおいで。仕方ないな。あら、まずは白い粘土伸ばしていくよ。清楚になんかする必要ないんだよ。リカちゃんの腕につける肌に密着だよ。これでウエストの細さをね、際立たせるよ。セクシーにね、オフショルダーで肩を見せるよ。肌見せはデートコーデに最適だね。黒いショートパンツ、足長のために短い短いショートパンツだよ。黒いショートパンツは引き締め効果があるね。ハイウエストにすると足長効果が倍増だよ。ボタンをつけておしゃれに。肩が出てぼやけてるから首元にチョーカーで締めるよ。チョーカーにクロスのチャームをつけて。映ってなかったけどアシンメトリーな靴下を履いたらおしゃれじゃないか。そして靴もさあ、でつらラメラメだよ。黒にシルバーのラメは映えるね。黒の靴下の方にはこの白い星のラメを置いていくよ。うん、いい好みだよ。ゴールドの絵の具でボタンとクロスを塗る。頭も黒で締めるとバランスが取れていいんだよ。忘れずにラメラメも。堅苦しい服なんか脱ぎ捨てて肌にセット引き締め、男を魅了する小悪魔コーデの出来上がりだよ。確かにこのギャルコーデも小悪魔で可愛くていいかも。そうだろう、そうだろう。確かにセクシーだけど小悪魔似合ってるわね。まあ私は清楚なお嬢様スタイルの方がね好きだけど。それじゃあ清楚なお嬢様コーデリカちゃん、小悪魔のギャルリカちゃん、どっちが可愛かったかコメントで教えてね。うわー、どっちのリカちゃんも可愛すぎるよ。コーディネートが可愛いと思ったらグッドボタン押してね。2人の間の丸を押してチャンネル登録もお願いします。それじゃあ次の